クンタ・キンテ島と関連遺跡群はガンビアにあるユネスコの世界遺産登録物件の一つである。構成資産の中心的位置を占めるクンタ・キンテ島はセネガルの世界遺産であるこれ島と共に西アフリカにおける奴隷貿易の中心地となってきた歴史を持ち、日本では負の世界遺産の一つと位置づけられることもしばしばである。ただし、この物件はそれだけにとどまらず、 公述するようにヨーロッパと西アフリカの交流の初段階の様子を伝えていることも登録理由の一つとなった。登録当初はジェームズ島と関連遺跡群だったが島の解明に伴って2011年に現在の名称に変更された。現在のガンビアはガンビア側流域に細長く伸びる国であり面積は 1> 約1.1万平方キロメートルで日本の岐阜県と同じ程度の広さの国である。15世紀にはマリ帝国の生誕に含まれていた。当時はポルトガルがイスラーム商人やベネツィアの商人を介さずに大西洋を渡って直接アジアや西アフリカの物資を得ようとしていた時期であり、ベルデミサキ、シエラレオネ、エルミナと徐々に到達範囲を広げていった。 彼らがガンビア川沿岸に到達したのも、その途上のことで1446年から1456年の間とされている。当初のポルトガルと西アフリカの交易は友好的なものであり、現地の有力者の許可を得て拠点を築き、そこで金、増毛、香辛料などとヨーロッパの加工品の交換が行われた。 ポルトガルのエンリケ公会王子によって派遣されたアルビー・イゼダカ・ダモストは1456年にガンビア川を所上し地元の小王国の主張バッティマン・サト一種の友好条約を結び交易を行ったアルブレダ村とその周辺に残るサンドミンゴの小集落やポルトガル人の礼拝堂といった遺跡群はそれから間もない時期に築かれたものであるただしその後 ポルトガル人の入植は減退していく。カダモストラがガンビア側に積極的に繰り出したのは、そこに多くの黄金が存在していると聞いていたためだが、過酷な環境の割には大した量の黄金が手に入らなかったからである。その後、西インド諸島や南北アメリカ大陸でのプランテーション経営の拡大などを受けて、黒人奴隷を商品とする。 大西洋奴隷貿易が行われるようになり、16世紀後半になると、イギリス人の貿易商会もこの地に進出するようになった。セネガル側からガンビア側にかけてのセネガンビア地方は、大西洋奴隷貿易の初期において、特に重要な奴隷供給地となった。ガンビア側は、外洋船でも上流へ3 0 0トル以上遡上できる川であり、内陸部の交易部族であった、 ジャハンケ人との交流にも活用された。ジャハンケ人は、象下の他に、奴隷も扱った。16世紀には、ジョロフ王国やマリ帝国の崩壊に伴う、民族対立などから、捕虜として奴隷にされる人々がおり、数多くの奴隷が輸出された。ガンビア側における、奴隷貿易の主要な拠点は、ジェームズ島であり、1651年に、要塞も築かれた。 1661年からはイギリスがジェームズ島を支配し以降フランスなどとたびたび領有権をめぐって争った。1660年にはイギリスで王立アフリカ企業会社が設立され奴隷貿易を取り仕切った。この独占は1672年の王立アフリカ会社に引き継がれ自由化された1698年以降は他の商人たちも 奴隷貿易に参入した。しかしながら、セネガンビアからの奴隷の輸出は世紀ごとに減っていき、18世紀にはアフリカ全体の3%を占める程度に過ぎなくなった。この島から送り出された黒人奴隷は3世紀の間で300万人に及んだとも言われるが、現在のガンビア領内から連れて行かれた奴隷の正確な数は不明である。イギリスは1807年に、 奴隷貿易の廃止を決め、ガンビア側流域でも違法な貿易を厳しく監視するようになった。この決定に対しては、貿易商人のみでなく、奴隷を商品としていた現地の市長にも反発するものがおり、彼らによって取り締まりが妨害されることもあった。今は首都になっているバサーストの建設は1816年のことだが、当初は、 違法な奴隷貿易を監視するための拠点づくりが目的とされていた。その都市に設置された六連砲台や対岸のバレーン要塞は密貿易の取締りに使われ成果を上げた。しかし、アフリカにおいて奴隷貿易が根絶されていったことは植民地支配の強化と表裏一体をなしていた。ガンビアの場合、周辺を フランス領だったセネガルに囲まれているという地理的特殊性から19世紀後半に英仏間で領土交換などが話し合われたものの交渉はまとまらず1889年に現在の国境線につながる区画が確立しイギリスの支配が続いた。なお1857年にはガンビア川流域でフランスが領有していた 唯一の拠点であるアルブレダもイギリス領となっていた。アルブレダに残るシェフ王の社屋は1902年にシェフ王が購入したものであり、イギリス領となった後にもフランス勢力が完全撤退したわけではないことを伝えている。リンソン・ジュフレに残るモーレル兄弟の召喚は20世紀初頭に西アフリカで増加したレバノン系商人の拠点である。 ガンビア一帯が経験してきた奴隷貿易はアフリカ系アメリカ人作家アレックス・ヘイリーの小説ルーツとそれを原作とするテレビドラマによって広く知られるところとなった。ヘイリーの先祖とされるクンタ・キンテもまたジェームズ島からアメリカ大陸に送られた黒人奴隷であった。この小説とドラマ以来奴隷として世界に離散した人々の子孫が 自らのルーツ探しのために、クンタ・キンテの出身地とされるジュフレや、クンタ・キンテ島などを訪れることが増えたという。世界遺産に推薦されることになる物件は、第二次世界大戦で使われた、バレン要塞のような例外を除けば、19世紀以前に放棄されたまま、独立後も、特段の保護は行われてこなかった。しかし、六連砲台以外は1995年に、 国定史跡に指定され、六連放題も後に、国定史跡の指定手続きが取られた。なお、現在、世界遺産構成資産はすべて国有物になっており、各遺跡に少なくとも一人は、専門の管理者を置いている。ノースバンク地方内の行政区画世界遺産は、クンタ・キンテ島と6つの関連遺跡で構成されており、首都バンジュールに残る六連放題とノースバンク地方、 アッパーに海地区に残るバレーン要塞を除けば全てノースバンク地方ロワー,ーに海地区に属している。クンタ・キンテ島はこの世界遺産の中心的な構成資産となっている小島で世界遺産としての登録面積は0.35ヘクタールである。ガンビア川の川口から3 0トルの位置に浮かぶ中島で現地民の交渉によれば ヨーロッパ人たちの到来前は釣り人たちが一休み、するのに使っていた場所だったという。バオバブなどに覆われた現在の島ガンビア川は前述のようにかなり上流まで外洋船が遡上できる川であり、そこでの交易の拠点として島の所有権が争われた。ガンビア川流域では16世紀半ばに英仏が相次いで交易に参入しても、 向上的な公益拠点が建設されることはなかった。最初にそれを達成したのはクールラントゼムガレン公国である。クールラント人たちは1651年にこの島を地元の小王国であったバラの王から借り受けた。バラの王はこうした人体や売買の契約を様々な相手に何十にも繰り返しており、これもその一つに過ぎなかったが、クールラント公国は この契約を根拠に積極的に島に進出した。同じ年に彼らは島を西ンデレ島と名付け要塞を築き始めた。しかしすぐに短期間オランダの手に渡り1661年にはイングランドが行為し占領した。1664年にクールラントから正式に譲渡されたその島をイギリス人たちは ヨーク港ジェームズにちなんでジェームズ島と解消した。それ以後、ヨーロッパ諸国の植民地戦争の影響を受けて、島とそこに築かれた要塞の所有権は、イギリス、フランス、オランダなどの間で揺れ動き、度重なる攻防によって要塞は7度もの破壊と再建を繰り返した。なお、この島の要塞は、真水の補給などを考慮せずに建てられていて、 対岸から水を運ばなければならないなどの不便さを伴っており、フード病の存在とも相まって平時であっても死亡率の高い環境であった。例えば、1721年にアフリカ会社から派遣されて島にたどり着いた60人の男性は7ヶ月で全滅した。常にそこまでひどかったわけではないにせよ、配置された兵員の寿命は数年程度だったと言われている。 そして、要塞は1779年にフランス軍が破壊したのを最後に再建されることはなかった。島はその後もしばらくは利用されたが、修復不可能な状態になった上に拠点としての重要性が失われたため、1815年には完全に放棄された。島が放棄された後にバオバブが追いしげるようになり、ペリカンの生息地にもなっている。 世界遺産推薦書が作成された2001年時点では、島に定住者はいない。ジェームズ要塞の平面図、ジェームズ要塞の砲台島に残るジェームズ要塞は、1654年に、クールラント人が建造したものである。当初の名前は、クールラント港、ヤーコップ・ケトラーにちなんで、ヤーコップ要塞とされていたが、イギリス人が奪取した後に、現在の名前になった。 現存している要塞の遺構は、方形で四隅に見張り塔が設置されており、塔と塔の間には、防壁が張り巡らされている。防壁と塔の高さは5メートルで、工述するバレン要塞よりも高い。島にはその要塞のほか奴隷防易が行われていた頃に、船出前の奴隷たちを収容していた施設などの遺構も、残っている。先日した、ルーツのクンタキンテも、 船出前にこの島に移送された。ガンビア政府はその名をとって、2011年2月6日に、ジェームズ島を、くんた近手島と改名した。島には厨房、火事場、貯蔵庫跡なども当時のまま残っているが、他方で、公開島、奴隷小屋のレプリカ、トイレ施設、旗竿などは、20世紀以降に整備される中で、追加されたものである。 ガンビや政府はこの島を奴隷貿易の開始とその拡大の様子を伝える資産の一つと位置づけて世界遺産の構成資産に含めた。また、アフリカの地を二度と踏むことができなかった人々にとって船出の前に見た最後の光景がこの島の景色だったはずという点からも大西洋奴隷貿易を伝える文化遺産の中で特殊な位置を占めているとした。六連法大は ガンビアの首都バンジュール市内にある砲台の遺構で、世界遺産登録面積は0.17ヘクタールで、ある。バンジュールは1816年に、セントマリー島に建設された都市である。建設当時の名は、バサーストと言い,い、バンジュールへの改名は1973年のことで、ある。バサーストは後に首都となったが、都市名の由来にもなった、イギリスの国務大臣ヘンリー・バサーストは、 向上的な都市の建設には否定的だった。セントマリー島はイギリスの帝徳アレクサンダー・グラントがジェームズ要塞に代わる拠点を築くために地元のコンボ王国の王から鉄棒103本で譲り受けたもので、セントマリー島は国務大臣の反対にもかかわらず多くの人々が移り住んで都市を形成していった。その中心をなすものとして1821年に 完成したのが24ポンド法を6問備えた6連、法台である。この法台は現在も議事堂の敷地内に残っているが許可なく近づくことは認められていない。この世界遺産を構成する資産の中で自由なアクセスが制限されているのはここだけである。1807年にイギリスでは奴隷貿易が禁止されたがフランスやスペインは 競争相手であったイギリスが撤退したことをむしろ好奇と捉え、ガンビア側流域での奴隷貿易を継続した。また、イギリス商人の中にも国籍を偽装して継続する者たちがいた。この砲台はそうした目的で、川口から海洋へ出港しようとする船を砲撃するために作られたもので、奴隷貿易に関して肯定的に機能した軍太金手等の要塞などとは、 対照的である。しかし、実際には、砲弾が対岸に届かないという欠点があり、必ずしも有効に機能していなかった。この欠点を補うべく、対岸に建設されたのが、次に述べる、バレン要塞である。バレン要塞は、厚生資産で唯一アッパーに有ーミ地区に位置する要塞で、登録面積は6.3ヘクタールである。バンジュールの対岸に位置し、 六連砲台の欠点を補うために建設されることになったものである。イギリスの軍人チャールズ・バレンラは、バラのオーブルンガイソンこと交渉し、1826年に、ガンビア川北岸沿い1マイルを譲り受けることに成功した。バレンはすぐさま砲台を移設し、1827年に要塞を竣工した。方形で見張り塔が四隅にそびえる形式は、 クンタキンテ等の要塞とほぼ同じだが、周囲の防壁の高さは3.5メートルで、こちらの方が低い。このバレン要塞と六連砲台は、ガンビア側の交易をイギリスが掌握することに貢献したが、1870年に放棄された。ただし、バレン要塞だけは、第二次世界大戦中に、イギリス軍に再び使われる場面もあった。 フランス領セネガルを統治していた現地の官僚たちがビシー政権を支持したため、イギリス領のガンビアは侵略の危険にさらされていたのである。その時の使用で本来存在していなかったコンクリート製の構築物が追加された場所もあったが、2000年7月の修復工事の際に撤去された。その時の修復工事では、 北側にあった建物の一部屋に保護用の屋根が付けられて展示室に変えられたり、見張り塔の間をつないでいた歩道の下部にあったアーチの一部が復元されるなど、復元と保護の観点から様々な工事が行われた。要塞で使われた4機の大砲は敷地内の地面に置かれている。その内入り口付近にある2機などは建設当初の大砲だが、1機だけは、 第二次世界大戦で新設されたものであった。要塞には三つのレストハウスがある。最初のものは20世紀初頭に植民地管理の滞在用に使われていた泥塗りの壁の建物である。二つ目は1950年代に作られたプレハブ工法の木造建築で、三つ目は1996年に建てられた。1995年に、 世界遺産の暫定リストに登録された時には、バレン要塞の名で、クンタ・キンテシ島とは別の資産として、単独掲載されていた。世界遺産の構成資産としては、6連放題とともに、奴隷制が否定されるようになった、植民地時代についての例証として評価されたことで、推薦された。2011年4月には修復工事のために2万3000アメリカドル余りが、 世界遺産基金から拠出された。サンドミンゴの遺跡群は15世紀にポルトガル人が交易のために建てた建造物群の跡であり、登録面積は0.723ヘクタールである。アルブレダから約1キロメートル東方に位置し、ヨーロッパ人が築いたガンビア川流域の建造物としては最古の部類に属する。もともとは拠点として住居、境界、移動、 墓地などを備えた、小集落を形成していたようだが、現在残っているのは、住居跡と推測される壁と床の遺跡のみである。床には、抜け道が確認され、当時のポルトガル人たちの用心深さを伺わせる。また、考古学的な調査によっても、当時の集落の姿がいくらか復元されている。サンドミンゴの小集落は、かつては、 クンタ・キンテ等の真水の供給源などとして重要な位置を占めていた。この構成資産はヨーロッパ人が最初に拠点を置いて交易を始めた頃の様子を伝える例称として評価され推薦された。ポルトガル人の礼拝堂の移行群はアルブレダにある遺跡で登録面積は0.006ヘクタールである。アルブレダはローアーニューミ地区に属する。 マンディンゴ人が暮らす村落で、この村自体が干渉地域に指定されている。アルブレダには、ポルトガル、フランスなど領有国が転々とした結果残された遺構が複数現存し、17世紀後半にフランス人が建てた奴隷貿易の拠点の廃墟なども残るが、世界遺産に登録されているのは、ポルトガル人の礼拝堂とシエフオの社屋のみである。前述のように、 ポルトガル人がガンビア川流域に初めて到達したのは15世紀半ばのことであった。アルブレダの礼拝堂はそれから半世紀と経たない15世紀後半のうちにポルトガル人によって建造されたと考えられている。現在は砂岩やラテライトを使った壁面の半分以上が当時の姿のまま立っているに過ぎないが、そこから30メートルほど離れたところに孤立している。壁も 関連する、教会施設の遺跡と考えられている。この遺構は、サンドミンゴと同じく、ごく初期の交流の様子を伝えるものとして、推薦資産に加えられた。廃墟となった CFO の社屋 CFO の社屋は、フランス西アフリカ会社の店舗兼住居の廃墟で、登録面積は0.03ヘクタールである。アルグレダの川辺にあるレンガと石を使った2階建ての建物で、 かつては1階部分が店舗、2階部分が社員の住居となっていた。かなり長い間様々な材質で補修された形跡などはあるが、最初に誰が建てたのかはわからなくなっている。アルブレラはクンタキンテ島の対岸にフランス人が築いた交易拠点が元になっており、1814年から1857年にはガンビア川流域の唯一のフランス領として、 重要な貿易拠点となっていた。その時代に含まれる1847年の地図には、現在 CFO の社屋があるのと同じ場所に、石像建築物が描かれているので、その時にはすでにこの建物が存在していたと推測されている。しかし、CFO がこの建物を購入したのは、アルブレダがイギリス領となった後の1902年のことである。このことは、アルブレダが、 イギリス領となった後にも、フランス人が貿易目的で舞い戻ったことの証拠となっている。このシーフオの社屋は、ガンビア政府の推薦書の中で、登録基準との対象が明示されていない。ただし、アルブレダ村自体は、クンタ・キンテ等の要塞や、ジュフレなどと共に、ヨーロッパ人たちとの交易の歴史や、その進展の中で、奴隷貿易が行われてきたことと結びつけられている。 ジュフレにある遺構の一つ、モーレル兄弟の召喚は、ジュフレにある建物で、世界遺産登録面積は0.0191ヘクタールである。ジュフレも隣接するアルブレダと同じく、マンディン五人が暮らす村だが、かつては、奴隷狩りが行われた土地でもある。ルーツで知られる、クンタ・キンテもこの村の出身とされ、キンテ家の末裔は21世紀初頭の時点でもジュフレで暮らしている。 また、クンタ・キンテの成果も復元されており、ルーツの大ヒット後に観光客が多く訪れるようになった。ガンビア政府はアルブレダと共にジューフレモ村そのものを干渉地域と位置づけていた。このジューフレで唯一世界遺産に登録されているのがモーレル兄弟の召喚である。もともとは1840年頃にイギリス人が建てたものだが、後にレバノン系商人、 モーレル兄弟が買い取り、召喚として使った。なお、20世紀初頭の西アフリカには、レバノンやシリアから、自国の不安定な情勢を嫌った移民たちが多く、流入していた。イギリス領だったガンビアも、例外ではなく、レバノン系の商人が多く根付き、中には独立当初、手広い事業展開によって、国内最大級の富豪として知られていたマディ兄弟のように、 大成功を収める者たちもいた。モーレル兄弟の召喚は1996年に修復された後小さな博物館になっている。この博物館はセネガンビア地方における大西洋奴隷貿易に関する展示を行っており、関連する記録文書や写真、絵画、道具などが陳列されている。ガンビア政府の推薦書の中では、 登録基準との対象が明示されていない。ただし、ジュフレ自体がアルブレガなどとともに、奴隷貿易開始前の交易の様子や、奴隷貿易がひどくなっていく過程と結びつけられている。そのジュフレの昔の召喚で残っているのは、このモーレル兄弟の建物だけだという。奴隷貿易の歴史と関わる場所は、アフリカに多くあり、この物件以前には、ゴレ島とボルタ州、グレーター、 アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の上塞軍が登録されていた。また、ウィダーやルアンダ郊外の遺跡など、東外国が登録に意欲を見せている場所は特に、西アフリカに、いくつも存在するが、それらの場所は物証に乏しい場合が多く、なかなか登録に結びつかないという事情がある。ガンビア当局は1995年に、ジェームス島とアルブレダ、ジュフレ、サン ドミンゴ歴史地域という名称で推薦したが、世界遺産委員会の諮問機関であるアイコモスは、翌年、西アフリカにおける植民地化以前の交易の様子を伝える文化遺産に関する比較研究の不足などを理由に登録延期を勧告した。この結果、1996年の第20回世界遺産委員会での登録は果たされなかった。ガンビア政府は、 世界遺産基金から管理計画策定や推薦書準備のために総額7万アメリカドルの援助も受けつつ、すでに世界遺産に登録されていたゴレジマやボルタ州、グレーター、アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城西軍などと比較研究を行い、資産名をジェームズ島と関連遺跡群と改めた推薦書を2001年に再提出した。これに対してアイコモスは、 奴隷貿易に関してその拠点となった遺跡だけでなく、それが違法となった際の取締り拠点も含まれるのは、奴隷貿易の初段階を伝える遺跡として、独特なものと評価し、講述するように適用する登録基準について、意見をつけたものの、登録を勧告した。当時、ユネスコの事務局長だった松浦孝一郎は、2003年3月にガンビアを訪問して、 大統領のヤヒアジャメと会談した際に、ガンビアの発祥の地ともいえるジェームズ島を世界遺産リストに登録するために努力していることを説明され、その協力を求められたという。松浦はアイコモスの勧告が登録だったことを認識していたため、協力を約束し、その年の第27回世界遺産委員会では、アイコモスの勧告通りに登録が実現した。これはガンビアでは、 初の世界遺産であり、同じ年に初登録を果たした、スーダン、モンゴル、カザフスタンと共に、世界遺産条約を批准していながら、登録資産を持っていなかった状態から脱することが、できた。ガンビア政府は、基準とに当てはまるとして推薦していた。基準は、以下の通りである。しかし、アイコモスはそうした理由はむしろ基準に適合するもので、 あるとして、基準とでの登録を勧告した。世界遺産委員会でもそれが踏襲されたため、この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。奴隷貿易と結びつく遺産という点から、冒頭で述べたように、日本語文献ではしばしば負の世界遺産の一つとして位置づけられている。登録された。 当初の名称は、ジェームズ・アイランド・アンド・リレーテッド・サイツ、ラ・ジェームズ・イ・サイツ・アッセ・ス・イエーであった。その日本語名は、以下のように若干の揺れがあった。2011年2月に、ジェームズ島が、クンタ・キンテ島と改名したことを踏まえ、同年の第35回世界遺産委員会で、クンタ・キンテ・アイランド・アンド・リレーテッド・サイツ、ラ・クンタ・キンテ・イ・サイツ・アッセ・イエーと改名されることが、承認された。 その日本語名は、クンタ・キンテ島と関連遺跡群で、ほぼ統一されているが、クンタ・キンテ島と関連遺産としている文献もある。中心的な遺跡であるクンタ・キンテ島には、首都バンジュールからアルブレダまで、まずバスで約1時間半かけて行き、そこからさらにボートで約1時間かかる。ガンビア政府によると、クンタ・キンテ島には1998年に団体客、 個人客合わせて18,620人、1999年には13,911人が訪れたという。また、バレニヨー祭には1999年に2,500人、2000年には3,019人の来訪があったという。この数字について、ガンビア政府は遺跡の保存の上で脅威になる数ではないとし、アイコモスもその点について特に注意はしなかった。 むしろアイコモスが脅威として強調したのは川の氾濫や熱帯特有の豪雨による侵食作用、植物の成長による遺跡の損壊などであった。実際2016年8月23日にジュフレ・アルブレダ両村を襲った大暴風雨は両村に残る厚生資産にも甚大な被害をもたらした。ありがとうございます。